幸せに生きるって能力関係ないなって改めて思っちゃったっていう感じですね。人権費巻き込まれないでもっとみんなが生き生き働けないかな、生きられないかなって思ってます。フジテレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターも能力の生きづらさをほぐすの著者で組織開発専門家の勅使河原舞さん、前編では能力に縛られない生き方についてお話をお伺いしました。後編では勅使河原さんがどのようにして今の考え方を得たのかライフチャートを使って聞いていきます。前編では能力あるないでこう、ね、悩んでいる方への、ね、メッセージとか、ね、これから何をしていったらいいかといったあたりをお話を伺ってきたんですけど、そんなお話だけを聞いてるとわからないんですよ。乳がんで闘病されているっていうことなんですよね。それでこう、ね、活躍をされているその思考法といったあたりをぜひライフチャートを使いながらお伺いできればと思うんですが、ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、勅使河原さんのライフチャートは大きく波のあるグラフで、中でも25歳から35歳までマイナスに下がっています。どのようにして乗り越えていったのでしょうか。わーっとこうね、高い位置に行くまでをちょっとぜひ伺えればなと思うんですけど、まずお子様時代、SFC というふうに書いてますけど、まあ、子供時代、はい、ここに向かってどんな子供時代だったんですか。本にこの前のことをね、ちょっと書いたんですけど、はい、小学校の高学年で、うん、リーダーシップがありすぎるって言って、ある日朝呼び出されて先生に、はい、俺は1日図書館にいろと、はい、で私の欠席裁判がですね、クラスで行われたってことがあって、はい、その後私立の中学高校に行ってるんですね、うん、でその時っていうのは今友達まだまだ会いますけど、はい、本当に存在感なかったんですよ、はいはいはい、っていうのもリーダーシップで咎められたって、はい、存在を消した方がいいなっていうふうに思ったんですよね、うん、なんでその延長で大学に入ったわけですけども、うん、なんかやっぱり自分って出ちゃいけない存在として悶々としていたので、世の中的には慶応入ってよかったねみたいなとこもあるんですけども、はい、あんまハッピーじゃなかったです。子供時代リーダーシップ全体的にどんなことをやったらそういうふうに言われたっていうのがあるんですか、はい、今思えば悪かったなと思うんですが、うん、先生が間違えたことを言ったりとかすると、はい、指摘したったりとかよくしてましたねとか今それって違うんじゃないですかとか、みんなを代表して代弁してるつもりになってしまったとか、まあ、欠席裁判をすると思うけど、それもあからさまな話ですよね。そうですね。でも今回でびっくりしたのが、はい、多少ですって人結構いるんですよね。ちょっと昭和のところはあったかもしれないです、まあ、本当にね、型をはめて、それこそね、リーダーシップというものをきちんとやりましょうみたいな先生たちがそういうふうに思っちゃってたケースがあるとか、ね、先生を立てろとかですね、はい、うん、で、まあ、SFC では高い位置にいたのが、そこからこれ在5、おそらくですね、はい、低い位置にすごいいますけど、要は私就活しなかったんですよ。で日本語教師人生のうちで一回やってみたいなとか思っちゃったタイプで、はい、日本通訳協会とか当時あって、うん、それの派遣でオーストラリアで日本語教師をしていたんですよ、はい、大変でしたね。そこもそこでも、前のリーダーシップは低いっていう話がまた出てきて、はい、で要はうちの学校ってもっとビシビシ、はい、お仕置きみたいなのをした方が先生として崇められやすいみたいなところがあって、で日本人に多いのかもしれないんですけど、割とクラスルームを後ろから見て、はい、なんか全体感を把握して要所で出てこうみたいに私は思ってたんですけど、そうするとお前は旗が触れてないっていうふうに言われて、なんかすっごい辛かったと。でもその時に実は教育社会学にアマゾンで出会っていて、はい、アマゾンで本のですね、はい、で読んで日本に帰国して、うん、印紙を受けて、うん、教育社会学の道に向かい戻るっていうことなんですよ。へえ、その本は本当にたまたま買ったんですか。リーダーシップで怒られて、はい、やっぱネットでものすごい検索をしていた時に、はい、リーダーシップ力を伸ばさなければいけないというふうに当時思ったわけですね。そうです、はい、がちょうど教育社会学のそのじゃあ能力ってそもそも何なのっていうところに検索がヒットしたんです、はい、なるほど。で一時帰国して東大教育社会学ですかね、はい、はい、ここはもう通うことになったんです。通うことになって、はい、うん、人生で一番勉強したと思います。はい、大変でした。それでまあ子供時代にリーダーシップがこう、ね、ありすぎるって言われたり、まあ、オーストラリアリーダーシップがなさすぎるって言われたものの、 その正体がそこで見えてきたんです。人生分かったっていう感じでしたね。へー、面白かったです。でも同時になんか学力的な意味ではすごい劣等感があって、はい、またそれで悩むみたいなのがあるんですけど、ね、なるほど。そこで面白い学問とか自分がそれでいいんだというのは見つけたけど、はい、まあ、結
局大学教育点数の社会っていうところに巻き込まれてしまったわけですね。すごくパラドックスがあって、はい、社会学は学力を疑ってるんだけども、はい、まだまだ大学の序列とかもあるとかで、またちょっと就職とかも悩んだりして、はい、そして25歳過ぎた後就職コンサルファームという位置がまず低くなってますけど、うん、ここっていうのはそうですね、その前に実は高校時代に本当は医者になりたかったんで、はい、もう一回挑戦しようと思って、はいはいはい、学士編入とかもこの辺で、あ、そうですねそうね、それも全部落っこっちゃって、はい、どうしようって思ってる時にボストン交差点グループ の、はい、あの求人あるよみたいに聞いてまたま滑り込んで入ったっていう状態だったんですけど、うん、もうそれこそ本当に最初効果、はい、オール D っていう誰も見たことないって言われた、はい、ものが私もつきまして、はい、全然仕事できなかったって言われましたね。じゃあ本当に全部 D だと、まあ、まずはどっから伸ばそうみたいな感じで悩ん で、ね、本来はね、その何々を伸ばすみたいなのがおかしいというのはもうすでにでも学問では知ってるわけですよね。そうですね、学問では知ってるけど、はい、やっぱ自分は傷つきましたね、それで。やっぱりそりゃそうですよね。人格否定に感じましたし、存在否定にも感じたし、そうなんですよ。戦略コンサルじゃなくて人事コンサルに移ってくるんですよね、はい、30歳過ぎてだと思うですけど、あの激務でこれはちょっと沈んでますけども、はい、性格テストとかで人 の、 あのアサイメントを決めるみたいなとか人事コンサルとかにあるので、はい、なんかそういう領域を面白くて突き詰めようと思って入ってたんですけど、もう寝ない上司についてしまいました、ね、なるほど1時に寝て4時に起きるっていう生活をずっとしていて、はい、まあ、髪の毛抜けてきてとかで、はい、なんかその時も私の能力の問題なのかな、これ上司との組み合わせなんじゃないかなっていうのすごい思いました、ね、ああ、でもこれは上司の組み合わせなのかもっていうことはやっぱりこうちゃんと勉強してたからちょっと気付けたんですね。それはちょっとありましたね。あ、それ知らなかったら自分の能力が低いからだ、こんな上司には自分はもう絶対追いつけないみたいに、それを悩んじゃいそうですもんね、はい、その頃はいろんなところに能力の商材を売ったりみたいな感じもあったんですか。そうなんですよ、ミイラ取りがミイラになるっていう感じで、あの思いっきり、リーダーシップ研修とかアセスメントとかを売っていて、売ることは結構得意だったんですよね、はい、この頃あの、はい、ちなみになんですけど山口周さんは、はいはい、ヘイグループで一緒だったので、はい、一緒にプロジェクトとかやってて、結構彼に相談に乗ってもらったりとかしてたところですね。あの人も社会の構造を疑ってる人なんで、そういう面では割と分かり合えたっていうところがあって、そして独立というところから戻ってきますけど、そうですね、はい、独立してますね、うん、何ら華々しいものではなくて、はい、なんか専門性はあるけども、うん、働き方についていけないなってことで、うん、独立したと、うん、どっちかというともう本当にドロップアウトですよね。なるほど。で、独立して仕事もすぐ結構ついたんですけど、うん、時給に換算すると多分500円ぐらいになってた時期で、はい、なるほど。つまりなんか自分の名前で爪痕を残そうとすると、はい、やりすぎてしまうんですよね。能力が高いところを見せてやろうとかになってきてしまって、また能力の泥沼に自分で入っていってしまうっていう時期がありましたね。その独立の間には第一子出産というのがありますけど、あ、そうでした、ね、はい、お子さんいてもそういう働き方をずっとしてたんですか。そうですね、壊れたものもいろいろありますけども、そうなんですよ。そして、まあ、独立をして、まあね、ドロップアウトする形でロールプレイをやめようっていうことに多分ね、なって出たっていうことだと思うんですけど、その後は第二子出産まで真ん中ぐらいまで上がってきますけど、そうですね、だんだん自分こそ誰と何をどのようにやるかを選んでいくべきだなってやっと腹打ちし始めて、はい、変な話ですけど相性の悪いお客さんとの仕事を辞めたりとかして断捨離しました。でだんだん上がっていった感じですかね、うん、自分と本当にやりやすい方々、うん、必要とされる方々と一緒にいるっていうことができるようになってきて、2人目の子供も持てる余裕ができてきたみたいな感じですかね、うん、でも本当にこの頃能力があなたはの会社ではない人が多いから頑張りましょうっていうのは正直無理やすい商材かなと思うんですけど、それを独立で基本的にはやってないっていうことなんですね。すごい、そうなんです。それはどういうふうにコンサルなりしてあげるものですか、うん、それで能力から脱するとやることはさっきもちょろって申し上げたんですけど、はい、関係性の調整になってくるわけですよ、はい、つまり誰と何をどのようにやるかを調整し続ける、はい、誰と組み合わさってるからあの人伸びないですよねみたいなことで変えていくって懸念の通り終わりないし、すごいねって褒められる仕事でもないし、はい、なんならなんか何やってるかよく分かんないのにすごい時間と手間がかかるし、ね、結構大変でした。でも分かる方は分かるんですよ、散々能力で苦労されてる方とか、うん、能力の問題じゃないよね、組み合わせだよね、うん、じゃあ組み合わせ一緒に考えていきましょうか、うん、刺さるごく一部の方と一緒に仕事をしてたって。なるほど。でもね、確かにここでこう、ね、リーダーシップ力がこの子を伸ばせば組織うまくいきますよ、こっちはコミュニケーション力を増やせばうまくいきますよだけだと、結局違う要因によって、ね、伸びないケースっていうのがあるのに比べたら、関係性だと
まあ、しかも一回うまくいっても、ね、あのコロナみたいに時代が変わったとかね、新しい人が転職で入ってきたとかいうのでどんどん変わっていくから成長し続ける組織になるわけですよね。おっしゃる通りなんです、うん、まあ、そうやってこう、ね、第二子出産をまあされますけど、でその後ずっと上がり続けますけど、うん、乳がんになったっていうのはどの38歳のタイミングですね、はい、第二子出産が実は36歳で、はい、子供が1歳10ヶ月ぐらいの時、うん、あのまだ母乳をあげてたので、はい、おっぱいも張ってて、はい、気づかなかったんですけど、はい、よくよく考えるとずっとゴルフボール台のしこりがもう飛び出てるような感じだったんですよね、はい、なんですけど本人もちょっと褒めたんですけど、はい、スピリチュアルな生態にハマってしまっていて、はい、そこであの乳がんじゃないわよそれ老廃物とか言われるのに、うん、ずっと飲みにして病院にかかっていなかったと、うん、ですが、まあ、ちょっと目覚めて病院に行ったらもうなんでこんなになるまでっていうふうに言われるような乳がんだったって感じです。本当にでも最初になんとなくそう思ってから、はい、本当に病院に行くまでどれくらいかかったんですか。2年近いですね。はいわゆるスピリチュアルの方には高いお金を払って生き続けてたわけですよね、はい、1万円と200回ぐらい通ったことが今確認されています、ね、なるほどそれ今思い返すとどうして信じちゃったかなと思いますか、うんうんうん、そうですよね。そこが大事で前半の話に実はつながってくるんですけども、うん、コンサルの仕事をしてると未来予測とか、うん、客観的なデータで話をするとか、うん、そういうことがすごく重用されるんですよね、はいはい、で私もそうやって自分の思ったことなんか言わないで、うん、ちゃんとデータで語ろうとか、はい、ずっとしてきて頑張ってきたつもりだったんですけど、はい、やっぱり自分に言いたいことがあったんですよね。データでは語れないけど思ってることとか言いたかったことがずっと言えてない環境に多分あって、それをうまいこと引き出したのが実はスピリチュアル整体師さんだったんです。なるほど。あなたの思いを聞かせてとか言われると気持ちよくて私もすごい喋っちゃってたんですね、はいはい、人ってやっぱそういうのが実は必要なんじゃないかなって気するんですよね、うん、データっていう怪しいものがある反面データじゃないところに傾倒しちゃうっていうのも結局両方起きちゃうってことなんです。すごい振れ幅で起きてしまいました、ね、でもどっちもやっぱ必要だからなんでしょうね、うん、おっしゃると。それでもね、発覚してもう、いやもうダメだって落ち込むではなく、うん、こう上がり続けてるっていうのは、うん、それはどんな感じだったんですか。そうですね、なんか皮肉なもんでガッツポーズとまではいかないんですけど、うん、告知を受けた時、はい、ものすごいホッとしたんですよね。あ、よかったってなんならちょっと思ってしまったと思って、はい、で、それはやっぱり能力の世界で散々やってきたんで、うん、これ以上私にどうすればいいのっていうぐらい頑張ってると思っていた中で、はいはい、やっと休んでいいよって言ってもらったなと思ったんですよ。あとはお医者さんに任せればいいやってがんなんでって言って仕事も断れるなとか、なるほどがなんかポッて浮かんでちょっと嬉しかったですね。なんでそこから本当にもっともっと仕事を、うん、あの 選ぶっていうとあれですけど、うん、本当にやんなきゃいけないことだけやるし、うん、体はいたわれるしっていうところで、はい、なんか上向いてきましたね。それをこう周りに言うようになってからは支えとかこういろんな会ってもらう言葉とかって変わりましたか、うん、そうですね、うん、なんなら小学校の時その欠席裁判を受けた時のクラスメートの子とかまでずっと応援してくれていて、はい、昔のつながり利害関係のない、うん、仕事関係ない能力よく言ったら関係ない人たちがご飯毎日のように作って持ってきてくれたりとか、うん、支えを感じますね。幸せに生きるって能力関係ないなって改めて思っちゃったっていう感じですね、うん、そしてもう今こうわーって書いてますけど、ね、どんな日なんですか今そうですよね、はい、なんか能力とかの社会では言いづらかったことを、まあ、がんにもなったし、うん、あんまり家の人が言えないことも言っちゃっていいかなと思って書いたのが自分の本だったりもするの で、うん、でそこでやっぱりちょっとタブー視されてるようなことも含めて書いたら、うん、ものすごい共感してくださる方が多くて、うん、全国つつうらうらいろんな方が読んでくださって、はい、感想をくださったり、うん、いろんな読書会に読んでくださったり取材を読んでくださったりっていうのがあって、うん、間が広がっていてそれがもうわーですね。輪だけに、いやね、本当にだって某 IT 企業は EQ のスカをすごい見てるからこう、ね、業績がいいんだっていう、ね、はいはいはい、言われたりとかね、なんとか力をうちも高めれば働きやすい会社にできるんじゃないかって信じてる人事の人たち全てを否定するような、まあ、そういう本ですもんね。そうですね、もちろんそういった企業側からも睨まれ、ね、そういうものをこう、ね、あの出してる今もそういったものが、まあ、実際になくなってないわけですよね、当然のことながら。面白いですよね、うん、でも一昨日かな PWC さんっていう超大きな人事コンサルの、うん、皆さんの前でもお話しさせていただいたぐらい、うん、皆さん興味はあるみたいですね。なるほど、うん、
でも、ね、今書かれてる本がでもご自身が、ねうんまあ、幽霊になって子供たちに伝えるっていう、これも結構驚く本になってますけど、体をいたわりながらっていうことだと思うんですけど、でもやっぱりこう闘病して感知してこんなことやっていきたい、さらにみたいな伸ばしていくための何かこう考えとかやりたいことってあるんですか？ああそうですね、感知は別にしてもしなくてもどっちでもいいなって思っていて、まだまだ広まってない部分の考えでもあるので、もっとこれからも書籍の執筆もおかげさまで続いていくので、ガンガン書いて、どんどん言いにくいことを言ってやろうかなっていうふうに思ってます。人権費巻き込まれないで、もっとみんなが生き生き働けないかな、生きられないかなって思ってます。仕事好きっても本当にね、こう好きっていう気持ちでこうやろうみたいな感じでこうねスタートしてるので、ぜひそういった社会が一緒にできたらいいなと思えるような本当に素敵なライフチャートでしたね。大変なことたくさんあったと思いますけど。ありがとうございます。ここまで本当に面白い話、まあ、面白いっていう言い方でいいのかどうかっていうのもちょっと待って悩むところですけど、柴田さん自身が仕事をする上で一番大事にしてることっていうとどんなことになりますか？一番ですか、はい、一番って好きなんですね。ああなるほど、確かにそれをこうね、能力と同じ形になったんですよね。そうですね、はい、自分が活かせてる時ってすごい楽なんですよね。楽で楽しい、楽しいっていう字一緒ですけど、それを感じ取るっていうのはめちゃ大事にしてるかもしれないです。楽でも楽しくもないことは多分合ってないなって思うので、やらない。なるほど、はい、それは自分自身だけじゃなくて周りも多分そういう感覚で働いてるところは実はあると思うので、それによってあいつは好きだ嫌いだとかじゃなくて、ただ合わないんだなっていうふうに思いながらやるともっと伸び伸びできるんじゃないかなって気がしてます。言いながら一番って言っていいんだっけなって思いながら僕本当に質問したので、でもむしろ本当になんかね、そうやって見てる人に分かりやすくっていう風にやってることが本当に正しいのかどうかとか、そういったことも含めて発信する立場ってもっと考えなきゃなっていう風に僕自身も思わせてもらったので、能力高いですね。あ本当ですか、はい、ありがとうございます。じゃあまた能力を伸ばすように、能力に振り回されないように、みんながね、はい、頑張れたらなと思ってますんで、本日は貴重な話をたくさんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今回の学び、自分にない能力を無理に伸ばそうとすると自分のことを愛せなくなってしまう。幸せに生きるには能力の領域は関係ない。自分が今楽で楽しいと感じる瞬間を大事にすることが生きやすさにつながっていく。うまくいかないって思ったことも組み合わせを変えれば楽になるかも。皆さんが最近仕事で感じた楽、楽しさをぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々なゲストの皆さんから仕事に役立つような思考法を伺っています。決してこう能力を高めるチャンネルではありません、はい、ということでこれからもまだまだゲストのお話を聞いていきますので、ぜひ動画が面白いと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価の方で応援していただけると大変ありがたいです。これからもよろしくお願いします。葛藤は減らせないですよ、ね、なるほど。葛藤し続けることがなんか悪い感じになっちゃってるのが気になってます。確かにね、経験なかったら若い時に、それでもこれでいいんだっけ、ね、そうね、数値じゃなくて本当にこれで合ってるのかどうか、なんか、ね、そこの指標が欲しいみたいなね。そうなんですよ、もやもや嫌いですよね。そうですよね、うち一生もやもやですよ、ね、逆にはならない。葛藤し続けるってことがこの本の裏テーマなんで、分からない不安とか、不安を打ち消そうといろいろしてしまって、はい、それこそ能力のような分かりやすい指標を使ったりするんですけど、それで本当にパキッと何かが割れて、青空の下に行けるのかどうかっていう。そうですね、いいじゃないですか、雨が降んないと、はい、そうですね、はい、だからこその景色ですもんね。本当そうですよね。っていうのはやっぱでも癌になって思ったことかもしれないですね。あ、まあ良かったです。怖くないです。生は尊いですけど、まあ、なんなら別に死ぬのと生きてるのってあんま変わんないんじゃないかなっていう気ももはやしていて、残すものを残せれば。もう私のステージ 3C だと5年生存率 48% とかで、まあ半分の人は死ぬんだなと思うと、なんか残さなきゃと思って書きました。